はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオ35やっていきましょうか。またね、なんか日付が変わってデイリーミッションが変わったんですけど、これコインが100とか書いてるんですけど、これコイン集めるとどうなるの。今610ありますよね。デイリーミッションは R ボタンで押したり消したりできる。でちょっと待って、アイコンを変更で何か使えるのかな、もしかして。アイコンを変更、コイン、コイン、ニュー。いやーでも変わんないよね。んー、アイコン変更、選択選択。うん、今ここでアイコン変更 X ってなってますけど、この画面を多分出すだけなんですよね。となるとどういうことだ。あー、コース練習コース練習も出てるだけ、出てるコースだけなんで、はあ、はあははあ、じゃあね、ちょっと待って、これ X って書いてるけど、これ何、キノコ。あーと、 X を押すと何が出ますかみたいな、なんかそういう設定を事前にやっとくみたいな、そんな感じかなっぽいけど、特に使い道は、ステータス、ステータス、ステータス、あーステータス、コイン、コインはただあれか、なんかただ稼ぎ続けるだけみたいな、そんな感じなのかなあーで最近のなんか結果とかも出んねや、やばいねこれは上手い人はね、もう上にベターって張り付くんでしょうけど、僕みたいなのはね、もうなんかもう下の方でジグザグするみたいなねそんな感じなんで、まあ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 、マリオ35、じゃあせっかくなんでやっていきましょうか。15日、チャワ、5日の15時59分まで。まあまあまあ、普通に35人バトルやる。で、希望するコースは、せっかくやから1の2する。とはいえ、ランク低いから、みんなまたなんか同じような感じのランクの人たちで、1の1ばっかりマッチングするみたいな、なんかそんな感じな予感はするんですけど、どうでしょう？どうですか？マッチングはしてる、マッチングはしてるが、おー開始準備、何に決まる？今多分ルーレットが裏でね、テルル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 ン、テデン、1の11の1じゃない、これどこ、これ、あ、1の1や、1の1ですかっていう風に決まりましたよみたいな、なんかそんな感じっぽいだ。あ、ちょっと待って、 B でジャンプそもそものね、なんかもう操作が危ぶまれるみたいなところあるんですけど、キノコ取る、キノコ取った。で、なんか3匹連続で踏むみたいなのもあったけど、こういうのか。あ、今狙いすぎたか。待てよ、待てよ。ってして、あ、でも3匹連続はなかなかちょっと3連になってないと難しいので、厳しいが、あー、そこに、キノコがね、あったと思うんですけど、もうそもそもね、相変わらずの操作がままならないと。ただ、合計10回敵を送るに関しては達成したので、コインがいただけましたよと。でランクアップ。うん、このコインは結局何なんだろうね、よくわかんない。メインメニュー、観戦、リザルト、リザルト、あー獲得コイン40、あー、まあ再戦しましょうか。さあ、うん、なかなかね1の2は引けないので、まあ、選択していく。あ、今ちょっと待って、なんか今右のメニューで X がどうのこうのみたいなのがあったんですけど、あれって実はなんか固定しとくみたいな、そんな感じできんのかな。ちょっとそれ試してみる、次結局次なんですけどね。まあ今はね、マリオ35をただシンプルに楽しみましょうと。お、これ1の2ですね。おー、1の2に決まった。初めて選ばれた、いや僕が選ばれたのかどうかは知らない知らないが、まあ決まっちゃったんでね。でキノコが出てくる。まずキノコは取りたいね。やっぱりね、ちょっと死なずに戦い続けるには、まあ、かなり大事ですよと。でそこにはまってるやつを倒して、倒される、僕は倒される。ちょっと待って、やられるが、あー、ちらほら KO になってますね。でノコノコがあそこにはまってんぞ、かわいそう。でこれ連続で、おおおお、連続で倒した、これ満たしたくね、そんなことない。でちょっとチビならばここ通れるので、コイン拾って通って、連続で踏むなのかな、ちょっとわかんないや。はーん今ちょっと欲張りましたね。もう1、2、3みたいなね感じでね、ちょっとペコペコ踏んでいこうとしたんですけど、3体連続で踏むか、踏むなのか、じゃあま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 あ満たせてないですよと、まあしょうがないですよといったとこなんですけど、スキン、ノコノコのスキンゲットしたと。はー、ここの画面でまあどのね
スキンを使うかみたいなのが選べると、土管とかもいる、すごいねランクが高くなってくるとそういうのも選べると。じゃあここの画面で X を押すと、これ何？あ、初期の状態でもしかしてキノコ使えますみたいな、そういうあれで、コインで払って使っとくことができますよみたいな。はあ、そういう系か。マジでそのためにコインが必要ですよと。だからなんかもう負けながらでもね、たくさんコインを集めてみたいな、なんかそんな感じになるのかな、ちょっとわかんないが。うわー、でかいでかい、ズル、これズル、これズルこれズルやけど、早速なんか失いそうで怖かったんで、ちょっと安定に行って、でファイヤーをここで拾う。おーまあせっかくやからこのシステム使っていく方がいいんかな。まあみんな多分使ってんのかな。なんかでもどうなんだろう、ランキング目指してみたいなねところになったら、なんか邪道な気はするんだよね、最初からこれみたいなのはなのでちょっとどうなんだろうみたいなねところはあるんですけど、チャリンってして、でコインは、コインはいただけない、チャリンはしたけど敵が来ないね、あんまり。なんかあんま狙われないね、どうしてだろうまあ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 、せっかくねファイヤー持ってるからもうなんぼでもやったるぞみたいなね感じで待ち構えてはいるが、まあしょぼいクリボーがちょっと来るだけ。ね、こっちなんもなし。じゃあこれもうすぐゴールじゃないそう、1の1のゴールでね喜ぶ実況者とはみたいなところはあるんですけど、もうね散々やられてるんでね、やっぱねここまで来れるとちょっと感動しますよねでペコペコやってしまって、そういえば3体連続で踏むとかちょっと考えてなかったなってとこがあるんですけど、あいつハマっちゃったんでもういいや。でこのまま飛んでゴールと。でそう、時間がないんでした、ちょっと待って、ペコってして、ペコってしてハマってるが、ちょっと待って、ペコペコ踏んでいってる場合か、これ。おお、ペッペッペッ、おお3体連続で踏んだ、これであるか、ミッション達成したんじゃない。ただあ、時間は結構でも余裕が生まれつつあるので、ちょっと待って、はあ右に行っちゃったねー、のこの子がこれ左に行ってれば結構倒せたかといったとこなんですけど、よしよしよし、3体連続で踏む、はあ、でこれでたくさんコインがいただけるので、まあ存分に使ってくださいよと。まあぶっちゃけなんかデイリーミッションやってればコイン減ることねえなみたいなねっていうか52とか溜まりますもんね、1回で52とか溜まるんで、毎回使うでもいいような感じはしますね。だったらちょっと待ってね、これする、これ、あ、ちょっと待って、違うコース選んでしまった、はあいやこれ頑張って2の2クリアしようぜね。いやまあ引けるかどうかは知らない、引けるかどうかは知らないんで、まあもし引いたらもうファイヤーで無双してクリアするみたいな、なんかそんな感じで。あ、でもあるか、クリアしてるから持ってるっていうだけであって、そうかそうかそうか、次のステージもクリア、まあどっちにしろ1の1なんでね、目標1の3などと大きく出ておりますがいやーファイヤー強え、ずるよこんなんこんなんずるよ、いやー申し訳なくなっちゃうねで、デイリーミッションでコインたくさん集めれば、そうデイリーミッションもね発生されるんで、まあまあまあこの辺はちょっともうたくさんこなしていきましょうと。そんな感じですね、ペコってして、でフラワー出てくる、でチャリンってチャリンって、あ、これあれか、フラワーの状態でフラワー取ったらタイムが一気に伸びるんか、いいね、大事にちょっと取っていきたいねそういうの。ここなんかある、お、ファイヤーフラワー、でもこれ取んの難しいなちょっと諦めて、でペコペコやって、数が多い、ちょっと待った、もうここファイヤーで無双して、でとはいえまあクリボばっかりなんで特に問題はないが、タイムがみるみるうちに増えていくんだよな。でちょっと待って、カウンターにする、カウンターにしてたくさん倒す、でいっぱい送っちゃうと。となんか知らんけど、なんか知らんけど僕敵多いんですけど、どういうこと、これなんかあるかな、上手い人に狙われてる説ない、そんなことないなんかちょっとそんな予感がするが、このままここゴールで行っちゃうか、よしよしよし、一気に送る、でででででででして、
ここだっけ、ここですね。よし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 。で、フラワーゲットしてタイムがまた増える。あ、そこにはまんない。びっくりした。今もう完全にそこはまるやろみたいな感じで余裕ぶっこいってたんですけど、そんなことはなかった。じゃあ、ちょっと待ってよ。ノコさん、ノコさんに行ってもらう。いや、もうファイヤー連打で行くか。目標にいいのにクリアって言ってましたもんね。だから、ここは落ち着いてね、落ち着いて攻略して、で、コイン抜ける。そこにクリボーがハマってるならばなんとかしていきたいが、もうこれゴリ押しなんだよな、ファイヤーの。ちょっと待って。で、クリボーが自我していったが、ちょっとコインが取れなかったが、まあ、たくさん倒して、で、ちょっと待って、パックン出てこない。パックン出てくる、パックン出てくるので倒しておく。で、そっちのパックも倒しておく。 OK。 あぶねー、ちょっと待って、死にかけた。まあまあまあ、で、彼らはちょっと始末して、うおー、ボボ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 ボで、ここの下向きで流されちゃったんだよね、前回。ほい。で、で、上向きが来てる。乗る。これなんか隠しコース行った方が良かったか。まあ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 、とりあえずなんか知らんけどすげえ時間増えてる。ちょっとこのままじゃあゴールしましょうか。で、次はどんなステージ？あ、1の1に帰ってくるのか。はぁ。じゃあまたちょっと落ち着いて攻略しましょうよと言ったとこなんですけど。いや、ファイヤーで始めちゃったらね、死なないね、これ。ちょっとなんかズルしてる気分ですね。ちょっとなんか縛ってもいいような気はするんだけど。いや、もうファイヤー押してるだけやもんな、これ。ズルじゃねみたいなところはあるんですけど。ちょっと待って。そう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 。で、ゲソがいる、ゲソがいる。どこから出てきた？ちょっと待って、そのゲソは知らない。チャキーンチャキーン。だが時間を取ったが、ファイヤーを失った。これは暗雲が一気に立ち込めてまいりましたが、ちょっと待って、いけ、よし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 、やっちゃい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 。で、ここ叩いて、まずキノコ出すが、上見てた。いやー、でも今回ね、すごく生き残ってた。っていうかあれですね、コイン溜まってたんで、なんていうんですか、あの上のね、ボックス、上のボックス X でね、出せたなっていうところがあったんですけど、まあ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 、ちょっとそこ気づけなかったな。そういえばそういうシステムあったんやみたいなのをね、ちょっと忘れてたんですけど、いやー、結構楽しめるね、いいね。そう、なんかね、1の1クリアしたら1の2出てきたじゃないですか。なんでそのノリで1の3出てくるかなと思ったら1の1に戻っちゃったんで、となるとコースを出すにはスペシャルバトルをやらないといけないんじゃないかとね、ふと思ったんで、ちょっとスペシャルバトルやっていきましょうか。指定したコース順で遊ぶモードです。これでちょっとたくさんコース出していく、なんかそういう。あー、でちょっと待って、あれか、ここではキノコとかあのファイヤーとかね、使えないみたいなんで、あー、もう素の状態で戦うしかないよと。まあ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 、そこはね。まあ、正々堂々と戦ってくださいみたいな、そんな感じみたいなんですけど、ゲーム開始準備中。さあ、お、カウンター、とりあえずカウンター。あ、ちょっと待って、カウンターで、で、そう、十字キー。あ、ここプクプクがいっぱい出てくるステージ。ちょっと待って、このステージ怖いんだよな。ちょっと待って、このステージみんな倒せないよね、なんなら。なので、ちょっと落ち着いて落ち着いて。で、ファイヤーフロー、あ、ファイヤー来た、ファイヤー来たら倒せんぞ、ファイヤー来たら倒せるけど。おー、しょ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 し。で、こっち来て、ペペペペペ。あー、なんか他の人のプクプクも飛んできてる。ちょっと倒したい倒したい倒したいが、ペペ、うーん、落ちちゃった。でも2の3クリアしてなかったから、ちょっとね、突破したかったところではあったんですけど、いや、でも割と頑張ってた。割と頑張りましたね。いや、やっぱこのステージあれかな、なんかもう上からプクプク来たりするから、ちょっとね、かなりやられやすいステージなんかなみたいなところはあったんですけど、引き続きやっていきましょうか。ランダムも面白いね。なんか見たことないコースばっかりね、遊べるんで、なんかまあかなり楽しめるぞといったところではあるんですけど、できればクリアして自分のものにしたいっていうね、願望もあるんですけど、これあれですね、最後の方のコースとかってなんかもうなかなか埋まらなかったりみたいなね。そんな感じでちょっと大変そうなところはあるんですが、さあ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 始める。
ペペペペよし、オッケー。で、ペペペペして、で、ファイヤーまずゲットする。で、こっからよね。こっからやけど、ちょっと待って、とりあえずここはもう置きに行って、この次あれかな。さすがに1の1開始じゃないんで、多分1の3スタートになりそうなのだと思ってるんですけど、とりあえずまず生きて帰りましょう。そう、落ち着けばね、落ち着けば問題ないからね。倒せない、倒せない。そもそも倒せないという問題にね、ぶち当たってるんですけど、パックは危ねー。今ちょっとあれですね、前のめりすぎてちょっとパックにやられそうだったけども、なんとか耐えて、とりあえず時間はまあまあまあ維持してる。で、ここよね、ここ、ちょっと待って、出てきて、ここパックに今ちょっとね、おじけづいてしまいましたね。いやー、もうちょっとなんか突き進んでね、なんかもう倒せばみたいなところはあったんですけど、うん、まあ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 、いやー、まさかね、このルールで1の2引くとは思ってなかったんですけど、まあランダムなんで引くときは引くよと。逆に8のなんとかとかもう出る可能性があるのかなと思ってるんで、ちょっと楽しみにしてるんですけど、さあ開始準備中な。あ、またこのステージ2の3、なんか今あるかな、2の3出やすいのかな、なんかそんな予感がする。ただ2の3はなかなかちょっとプクプク倒しづらいので、ちょっと後ろついていく、後ろついて、で、コイン回収で、なんか今回コイン開始枚数多いですね。なんだろうね、なんかステージによって枚数決まってるっぽいよね。で、カウンターに変えて、とりあえずちょっと、さあさあさあ、こっからカウンターモード。痛い、ファイヤーを失った。ちょっと待って、ファイヤー失っちゃうとちょっとね、このステージ苦しいような気がするが、これもうファイヤー取りに行く。よし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 、で、ファイヤー取ってペコペコ倒していくか。よし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 、で、頑張ってね、ニノさん、クリアしたい、クリアしたい。よーし、後ろ向いてやる。で、あ、もうこれゴールじゃない。おー、もう通常ステージをクリアして喜んでる実況者みたいなところあるんですが、さあ、ここは、な、ファイヤーフラワーでタイムが増えるので、いただいて、で、これ上ルートの方がいいのかな。あ、でもファイヤーバーあるぞ、上ルート。ちょっと待って、食らっちゃった。もうここゴリ押し。ゴリ押しして、で、一旦待って抜ける。で、おー、来てる、ブオー、来てる。ちょっと待って。ペコってする、一旦。で、クッパ送りたい、クッパ送りたい。あー、ちょっと待って。ルーレット。クッパ2体いるんだけど、ちょっと待って。よし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 、みんなクッパいっちゃえ。で、クリアと。あー、で、ここどこ ?1 の1に、1の1クッパさん、どういうこと。まあ、送られてきたんやろなってとこなんですよね。で、ファイヤー出して、回収する、オッケー。で、またクッパいるよ。みんなクッパ倒してるもんな。ちょっと待って。あと一発ぐらい、オッケー。で、倒して、もうクッパの送り合いみたいな感じで、同じ人同士でクッパ送ってるみたいなところがあるんですけど、さあさあさあ、ね、倒れてくれないかな。なんか気づいたら、7位まで来てて、頑張ってんぞ、今回。いいぞ、いいぞ、いいぞ。ただ、もうなんか残ってる人は、なんかもう僕以外モサみたいなね。そういうところありそうなんで、ちょっと怖いが、ね、ファイヤーで時間増やす。で、こっち渡って、ちょっと敵の数が多いが、まあ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 、ここはもう1の1なんでね、ファイヤーで送りまくってみたいな感じなんですけど、ちょっと待って、そこ、あれ倒せないの、クッパって。下からパンチで暗い。よーし、オッケー。で、送る。で、送って、もうすぐゴールかな。あ、そこに敵が埋まってるので、たくさん倒して、もう落ち着いてね、1の1はもう落ち着いて。ファイヤー連打して進むだけみたいなところはあるんでね。さあ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 、で、ちょっと待って、あー、余計なことした。じゃあちょっと待って、ルーレット、ルーレットン。キノコでした、ハズレ引いた。くっ、このままゴールするか。じゃあさあ、で、ルーレットはもうできない。ほっほっほっ、
ほっほっ、ちょっと待って。で、ノコが来てるので、まずやっとく。で、で、すごい数が。ちょっと待って。ドゥルルル、ドゥルルル、やばい、ドゥルルル、やばい。音がすごいことになってる。クッパさんがいる。ちょっと待って。こいつら倒して、で、トゥ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 ってなってどうなんの？ちょっと待って。何が変わったかよく分かっていない。クッパ降りてくんな。よし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 、プーン。で、あ、なんか時間早いぞ。ちょっと待って。で、ここコイン回収する余裕あったかは分かんない。まあまあまあ、敵をね、とにかく倒しまくって、耐えて、耐えて、耐えて、まあでも、一のにも簡単なんで、もう、ろれつが回らないんですけど、あ、なんか降ってきた。何が降ってきた今、ぷくぷくか。ここのステージでも、そうかそうか、倒せば出てきますもんね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。で、おー、ぶねー、パックンはちょっと無視。で、クリボ倒す、オッケー。もうなんか、他の人が無限で抜けてるだけみたいな、そういうのが見えたんですけど、よしよし、上来て、で、こっち渡る。これ隠しコースとかあって、1の4行くか、1の4行く、1の4来ちゃったよ。いいの、敵がいる、敵がちらほら、まあそらいるよと言ったとこなんですけど、落ち着いてね、落ち着いてね。で、ファイヤー獲得して、で、負けたくない、負けたくないけど、ちょっとこっち来て、で、敵たくさんいるね。倒しちゃう、倒しちゃう。よし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 。ここはもう全然時間減らずに。ただここのファイヤーバード、うわー、ちょっと待って、食らっちゃった。ダッシュ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 、ルーレット、ルーレット、ルーレット、てて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 。よしよしよし、このスターの間にクッパ倒しちゃおうぜ。えい。で、突破しましたよと。あれ、あ、ちょっと待って、今左下見てた。くはははは。1位、結構頑張った、やったね。KO 数は0と。すごいたくさん KO してるね。すごいね。はあ、はあはあ、うん。いや、でも結構頑張ったよ。ちょっとリザルト見る、リザルト。5分。いやー、すごいね。すごいねって自分で言っちゃう。いや、なんか、ここまで来れると思ってなかったんで、すごいね。もう興奮しましたね。ということでね、ちょっと今回はね、あのマリオ35興奮しっぱなしでしたけど、またね、次回もお会いできればなと思いますので、ね、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。